日本テレビが定例社長会見で毎日恒例の24時間テレビに言及したとのことですが、あまりの厚顔無恥ぶりにツッコミが殺到し大炎上しているようです。専務執行役員が明かした24時間テレビについての発言と昨年の寄付金着服問題、他に不正行為の可能性などがなかったのかなど、ネットの日本テレビへの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。日本テレビの定例社長会見が25日東京汐留の同局で行われ、毎日恒例の24時間テレビに言及し、今年の夏も放送すべく準備をスタートしていると今年も制することを明かしました。福田博之取締役専務執行役員は、24時間テレビは今年の夏も放送すべく準備をスタートしている、今のところ報告できるのはここまでと語りました。24時間テレビの寄付金をめぐっては、昨年11月系列局で鳥取市の日本海テレビジョン放送の元幹部の男性が2014年以降契約1118万円を着服していたと同局が発表しており、同社で放送したチャリティー番組24時間テレビの寄付金264万6020円も含まれていたとし、この男性を懲戒解雇、鳥取警察署に被害届を提出していました。今年に入って2月に公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会の内部調査結果や再発防止策を公表。会見で石澤明社長は、まさに言語両断、あるまじき犯罪行為と思います、誠に遺憾としか言いようがないと思いますと憤りをあらわに、寄付をしてくださった皆様、あるいは番組やチャリティーに関わってくださったスポンサーの皆様、視聴者の皆様に心よりお詫びを申し上げますと謝罪していました。近年同番組はスマイルアップ旧ジャニーズ事務所のタレントがメインパーソナリティを務めてきていましたが、同局取締役専務執行役員の福田博之氏は、今年の24時間テレビについて、内容についてはこの時点ではまだお話しできない、どういうテーマでどのような形で放送するのか公表できるタイミングが来ましたらお話ししますと語りました。ニュースを深掘り。というわけで、日本テレビが昨年系列局で募金の着服があった24時間テレビをこの夏も放送予定だと公表したということでしたね。なお、日本テレビでは地方局を含む計31社で構成された24時間テレビチャリティー委員会が不正防止対策チームを設置、内部調査などを行った上で2月1日にキャッシュレス募金の導入、預かった寄付金は規定のシールで封印、募金会場に警備員もしくは監視カメラを設置、不正通報窓口の開設等の再発防止策を発表していました。ただ、日本テレビは他に寄付金の着服はなかったとしていますが、本当に他に不正行為の可能性はゼロなのでしょうか。この寄付金着服問題が判明した翌日の11月29日、あるニュースサイトが24時間テレビ寄付金着服は他にも、地方局関係者明かす公になってない話との記事を掲載しています。記事によると、同番組に対してはかねてから感動ポルノなどと少なからず批判的な声が上がっていたが、身内の不祥事が発覚したことによりネット上では打ち切りを訴える声が噴出する事態に。しかも今回の犯行に関してはある地方局関係者が、金額が大きいだけに事件沙汰になっているが、過去にも業界内で同様の事例が取り沙汰されていたこともあるとされています。また24時間テレビの募金システムに関しては、
以前より管理体制について問題視する向きがあるとされ、公にはなっていませんが、数年前に別の地方局でも同じように募金で集まった現金を懐に入れてしまった関係者がいたようだと話題になっていたんです。すぐに不正や犯人は明らかとなり、返金にも応じたため表沙汰にならなかったとのことですが、一部の関係者であれば犯行に及ぶことが可能であると、今回の事件で改めてわかりましたとの声も記載されていました。24時間テレビでは、会場となる両国国技館、18年までは日本武道館だけでなく、各地方局が設定した様々な場所で、寄付金を募るというシステムを構築されています。一部の系列局員が私欲に走ったという話で、少なくとも来年以降の放送に関して影響が出る可能性は低いと見られています。しかも、着服の多くは会社の売上金だったことから、24時間テレビを中止するほどのことになるとは思えませんが、もし各地方局が募金額の検証を行い、複数の不正が判明した場合は、存続に影響を及ぼすかもしれません。もちろん悪いのは、犯罪に手を染めてしまうものですが、日本海テレビの不正が一件発覚しただけで、ネット上が大炎上しているのを見るに、同様のケースが他にもあったとわかれば、さらに、批判は爆発するはず。番組への風当たりは相当強くなるでしょうと、その際も言っています。このように、表沙汰にせず、もみ消しを図った疑惑が指摘されていますが、これが、もしネット記事がでっち上げた架空の関係者などではなく、本当に地方局に在籍していた人間の話だとしたら、今後週刊誌等を通じて、他に不正を働いた社員の話が表に出てきて再炎上する可能性もあるようです。ちなみに、昨年放送された24時間テレビ愛は、地球を救う46は、ビデオリサーチ調べの関東地区で世帯平均視聴率 11.3%、個人 6.6% を記録。過去30年の同番組で最低となり、募金総額は2億2223万8290円で、前年よりも1億円ほど減少。21年は4億2102万9826円、20年は5億5200万5762円であったため、毎年約1億円ずつ減っています。やはり、年々視聴者の関心は離れているのは明らかです。今回、日本テレビが2024年夏の24時間テレビの放送を準備していることに、SNS では疑問視する声が多く上がっており、びっくりなんですけど、局員が募金を着服するようなチャリティーごっこまだやるつもり？わら。またやるの。どこに需要あるのよ、もういいって。募金着服だけじゃなくて、良いイメージ一つもないよ。わ。24時間テレビ、今年もやるの？鳥取の恥さらしをかました、日本海テレビの元幹部の寄付金着服を経て、なお、取りやめという選択を選ばないのか、終わってるななど、募金着服のショックは、未だに尾を引いています。日本テレビは、夏までに、この不信感を払拭することができるでしょうか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想も、コメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録も、ぜひお願いします。は、信じられないな。スポンサーつくのかよ。え、窃盗犯にチャリティーやらせるの？漫画家を集団いじめしまくったテレビ局が？日テレのコンプラどうなってんの？セクシー田中さんの調査の件どうなったんだよ。いやいや、頭おかしいんじゃねえの。総務省は指導しろよ。障害者を利用した募金詐欺番組なんて許されるわけないだろ。
毎年やっているから、続けるとか自分らのプライドで今回も押し切っちゃったか。改めて、視聴者に真を問うべきだったね。自分らマスコミが世論をリードする。もう古臭いよ。思い違いも甚だしい。せめてさ、一年くらいは謹慎しろよな。どんだけ厚顔無恥やねん。募金と歌っておいて、その金を着服するとか。マジで、今後二度と表に出られんくらい最悪の行為だと思うけど。本当自浄作用のない業界だな。どうせ、能登地震の被害者を出しに使うんだろ？いい加減にしろよな、日テレさんわら。なんだかんだ視聴率取るし、見るバカが多いから舐められてんだよ。募金額よりも、出演者のギャラの方が多い詐欺番組まだやんのかよ。募金泥棒まで出て続けるとか、よほどチャリティー詐欺は儲かるんだろうな。とことん舐め腐った連中だな。日テレは、早く地球上から消し去るべき。ああ。日テレは、全国の系列局巻き込んで終了。バカじゃね。絶対に、どんなことをやってもやめない。それほど美味しい存在なんだよ、この24時間テレビって。こんな番組、局員の懐を救っているだけの偽善番組。これからも美味しい思いだけはしたい。っていう日テレの考え方だよ。こんな連中が自民党の裏金問題を偉そうに批判してるという茶番劇わら。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？この不祥事は、氷山の一角で、過去の24時間テレビの寄付金の取り扱いについて、第三者機関が厳正に調査すれば、もっとひどい事例が出てくるのではないかと思いますよね。日テレが続投するつもりなら、こういった調査を行ったり、寄付金の収支報告だけではなく、出演者へのギャラを含む番組制作の経費やスポンサー収入と、こと細かく報告しない限り批判は避けられないでしょうね。しかしながら、厚顔無恥とはよく言ったものですね。せっかく終わらせるタイミングだったのに、それを見誤るとは。よほど、日本テレビや系列局の懐を救っている偽善番組なのでしょうね。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。